はい、どうもコミです。さて、本日は TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。本日見ていきたいのはタウンホール14のアタックなんですけども、比較的簡単なドラゴンラッシュ戦術を見ていきたいというふうに思っています。でね、やっぱドラゴンの攻め方って、みんな強い言ってる割にはうまくいかないなって思って、ってる方結構多いんじゃないかなって思うんですね。自分も実は最初慣れるまで苦労して、なんか強いって言うけど、まあ強いけど全開取れねえぞみたいなね、感じで悩んだことあったんですよ。なんですけども、まあ今は、バリエーションも増えてきて取れるようになってるんですが、やっぱりですね、それなりに練習を要するし、まあ出なくても取れるような戦術も何かなって考えたときに、まあ今日紹介したいこれに行き着いたということなんですね。で合計4本、リプレイ見てほしいと思うんですけども、まず1本目いきましょう。私のチャンネルなんですけども、基本的にですね、こういうクラン対戦の解説系の動画やっております。どういうところに、ね、気をつけて攻めたら全開までいくかというような、ポイント解説をやっておりますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。で、これ、雪平さんのアプリを中心に見ていきたいんですけども、まあ、よくある形っちゃよくある形のテンプレ配置ですね。で、ここに対してどういうアプローチをしていくのかっていうと、ライトニングを使って、まずは、対空砲をこれを折っていきますね。ここでやっぱり捕まっちゃうので、投石とか、タンクとかが。ここで、なるべくですね、対空砲から ダメージを受けるのを減らすために序盤に折っていくっていうのと、ドラゴンたちにレイジートームを一気にかけて、で、中央部分のタウンホールに突撃艦を当てていきます。これね、突撃艦を当てるこの距離がめちゃくちゃ短いんですね。ここから、ごめんなさい。ここからゴーンってこう当てていくわけですよ。で、本来、この次見てもらうのが一般的な、突撃艦を当てる、距離というかね、なんですけども、すごくね、それと比べてもらうと、突撃艦のその飛んでいるルートの距離が短いなっていうのがわかるかなという。で、中央部分のドラゴンと外周に流れたドラゴン二手に分かれちゃっていますけども、しっかりとこいつらがそれぞれ進行していって、中央部分ね、若干まあ苦しいっちゃ苦しいんですけども、陸のクロスボウとかが多いんでね、しっかりドラゴンが焼き切ってくれていってますね。で、さらにテスラ。とイーグル砲をドラゴンと、グランドウォーデン、あとはオールが焼いていってくれて、中心部分はこれでトッパーですね。で、外周部分もドラゴンがしっかりと、回り切ってくるという感じ。大砲とかこそね、まだレベルが低いんですけども、この村って、対空砲のレベルは結構レベルマックスなんかもあったりして、ドラゴンに対しては結構優しくはないと思うんですよ。それをこういうふうに簡単に取っていけるっていうのはすごいなっていうふうに思いますよね。で、見てほしいポイントっていうのが、まあ、これからの雪平さんの攻めみんな同じような感じなんですけども、ドラゴンたちをこう出すじゃないですか。ドラゴンたちをこう出していって進めていきながら、結構ね、タウンホールがここにあったりして、ドラゴンたちを追い越すように突撃艦が行くっていうパターン。これね、結構みんなやっぱやると思うんですよね。それがまあ一般的なドラゴンラッシュの、典型例みたいな感じになっているところもあると思う。じゃなくて、雪平さんは、ドラゴンをここから出すとしたら、斜めに突撃艦をこう当てていくんですね。当てていくことによって、このタウンホールのところをカットすることにより、ドラゴンたちが、こういう風にですね、進行していく。要はこういう風なカットが出るイメージなんですね。ドラゴンたちがこういう風に進行していくルートを作っていく感じですね。なんで、まあ、キングクイーンもこっちのね、外周方面にこう流していく、ね。で、このね、ドラゴンと、突撃艦の使い方っていうのがすごく、よくて、突撃艦をドラゴンたちから見て、こう、横に走らせるっていうね、いうパターンですね。で、ちょっとね、1本だけ、もう2本ね、同じような攻めを見てもらう前に、さっき言った突撃艦がドラゴンを追い越すパターンっていうのがどういうのか見てほしいんですけども、これですね、グルタンさんの攻めを見ていきましょう。このパターンはよく皆さんが多分やるドラゴンのパターンじゃないかなと思います。序盤のね、細かいテクニックもうまいっちゃうまいですよね、これね。対空砲にラバーを当てて、後ろからドラゴンライダーを当てていくことによって、このイーグル砲のとこを狙っていきますね。
そのテクニックは結構うまい。で、インビジをかけてイーグル砲にしっかりドラゴンライダーアプローチさせていくんですが、これ安いパンが若干効いてしまって、ドラゴンライダーはいやイーグル砲壊せないかっていうギリギリのところでしたけどね、ちゃんと壊してきましたね。これでかいです。ドラゴンたちって結構イーグル砲のダメージバカにならないので、これ壊せたのは大きいですね。で、レイジを一発吐いて対空砲、投石、さらに相手のロイヤルチャンピオンをレイジドラゴンで処理していきながら、トームをね、これちょっと早めに吐いたんですが、ドラゴンたちをね、こうトーム状態で進行させることによって、突撃艦が通るルートにドラゴンたちがトーム状態でこうね、進行していくわけですよ。そうすると、今これ黒風船を吸っちゃいましたけども、ドラゴンが基本的に罠を吸ってくれるんで、突撃艦が罠を無視してアンホルムで届くというね。今見てもらった通り、突撃艦は、ドラゴンたちを追い越してこの部分から、ぐーっとねタウンホールに向かう。でドラゴンたちっていうのは、まあ、若干流れたのもいますけども、こういう風に弧を描くように、6畳方面に向かっていくというパターンになっていきますね。まあ、ちょっとね序盤のトームに入ったドラゴンの数が少なかったのと、レイジにうまく乗っかんなかったので、ドラゴンがだいぶやられてしまったかなという感はあるんですけども、まあね、正直ね、この攻め実は僕ライブで見てたんですけども、あ、やっちまったな、どんまいいと思ったんですよ。したらヒーローが伸びる伸びる、これに驚きましたね。まさかこんなヒーロー伸びんのっていうぐらい伸びて、こっからギリ全開まで行くわけなんですけども、いやー、すごかったな。このフリーズでしっかり相手のアーチャークイーンをギリ処理して、ダブルフリーズですね。宝石とアーチャークイーンダブルで止めて、これうめえ、これ、いやー、すごかった。このロイちゃんに対するフリーズでもうだいぶですね、状況が一変して、なんかいけんじゃねえの的な空気が流れるわけですね、ここから。本題ではずれちゃうんですけども、まあ、この攻め興奮したから、ちょっとね、興奮気味に話をさせてもらっておりますけども、ちょっと話が取れたから、戻しましょうか。戻したいのは、戻して言いたいのは、ドラゴンをこっちから出したときに、ですね、ドラゴンたちの裏というか、ドラゴンたちがこう前線に向かって攻めていく、そのドラゴンを追い越してタウンホールにアプローチする、こういうタイプの、突撃艦ですね。で、ここを破壊していきながら、ドラゴンたちをタウンホール方面から反らしていくっていうね、使い方がまあ一般的です。いや、このアタックもこのアタックですごかったですよね。ということで、あ、間違えた。で、もう2本ですね、雪平さんのアタックを見ていきたいなというふうに思うんですけども、これですね、はい、見ていきましょう。これもね、タウンホールがここにあるので、じゃあどこから出すのっていうと、こっちがこっちって感じになるんですね。で、エアスイーパーの向き見てほしいんですけども、こういうふうに向いてるので、どっちから出しても安の影響を受けないんですよね。それがね、結構美味しいんですよ。今回は、この、十軸地面からドラゴン出していく、ね。で、突撃艦を斜めに入れていくわけですね。これ。フォームに乗せて斜めに入れていく。エアスイーパー若干食らいそうになってるんですけども、食らってもタウンホールにトーム状態で届いていくのは、距離が短いからなんですね。これタウンホールまでちゃんとこれ届いて、レイジをかけてドラゴンライダーバルーンでタウンホール確実に落としていく。で、そっち方面にドラゴンが若干流れちゃっているものの、メインドラゴンはみんなここに集まってますね、こういう風に。で、この雪平さんの攻め方をする場合、パターンとしてはドラゴンをこっちから出して、突撃艦でこうタウンホール落としながら、ドラゴンたちの前線はまっすぐまっすぐこう上げていくっていう感じにまあなっていくわけなんですけども、こんな風に。キングイーンをこの、なんていうドラゴンたちを出すのと反対側から出すんですね。タウンホール側からっていうの。本来キングクイーンって、今ドラゴンたちがこの位置から出てきたんだとしたら、こっちにね、クイーンキング出していくのがよくあるパターンだと思う。こういう風に外周削っていってっていうパターンですね。なんですけども、そうしないで、あえてもうドラゴンたちは外周に少しもう流れちゃってもいいやっていうぐらいに思っておきながら、ドラゴン、ここがまあ突撃艦、突で、こっちにキングクイーンっていうね、こういう流し方をするんですね。はい。で、実はこのパターンっていうのは、雪平さんだけがやっているわけでもなくて、確かにね、これ世界大会とか見てても、こういうドラゴンと突撃艦、キングクイーンの流し方っていうのをしているプロプレイヤーの方がいたと思うな、確か。と思うんですよ。なんで、ぜひですね、この雪平さんのパターン、
あの皆さん真似してみてもらうと、割と簡単にそのプランが組めて、あれ前回まで行けたぞみたいなね、ことに、ね、持っていけるんじゃないかと思うんで、ポイントはエアスイーパーですね。エアスイーパー。エアスイーパーにライトニング2発使って追って進んでいくっていうのも、まあ、当然いいんですけど、そうしなくてもいい面を選びながら、タウンホールを処理していく。ね、特にこうタウンホール側にエアスイーが向いてるとき、これが効果的かなっていうふうに思います。こっちにこうね、流していって。ドラゴンのメイン部隊はこっち側にこう、ダーンと。そうすると、こっち側のエアスイーも関係ないので、これも倒していきながら、ドラゴンが進行する。エアスイーの向きを見て、プランニングをしていく。これすごく重要かなというふうに思いますんで、ぜひね、やるときには、エアスイーの向き見ながら試してみてください。で、最後1本。ミスってしまうパターンっていうのも見ていきたいと思います。これですね。これはね、ミスっていうほどのミスでは全然ないと思うんですけども、ライトニング3発持っていきながらドラゴンを、面で出してグランドウォーデン突撃艦当てながら、はい、トームをかけてエアスイーパーに吹かれるんですけども、トーム中に、まあ、1発2発吹かれても別に、突撃艦やられないので短い距離なんでね、トームが継続します。でこれね、安いパをね、序盤におそらく壊しておこうと思ったの、壊し忘れちゃったのかな。それが、突撃感がやばいと思って安いパにライトニングを当てた、イレギュラーなライトニングなのか、ちょっとそこら辺がわからないんですけども。いずれにせよですね、ポイントは、ここにいるドラゴンだしなくてね、こいつは。タウンホール方面にこうドラゴンが大量に逸れてしまうと、結構、全開に行きにくくなります。まあ、当然じゃ当然なんですね。今、ドラゴンたちが、こういう風にもう、各所にこう散っちゃっている状態になっているので、こうすると当然グランドウォーデンのトームの中にも入っていかないし、トームっていうかそのエナジーサークルかな。トームはもう序盤打ってますからね。エナジーサークルの中にも入っていかないし、相手の防衛がみんな生き生きにしだしちゃうわけですよ。広がれば広がるほど、防衛対攻撃の多勢に無勢の関係が逆転するんですね。密集していれば攻撃が多勢、分散しちゃうと防衛が多勢になっちゃうんで、防衛多勢にしないように、ドラゴンたちを密集させていきたい。で、今回のこの攻め方をするんであれば、アンホールの方にドラゴンを向かわせずに、きっちりとそっちじゃない方にドラゴンが向かうように、こう、プランを組んでいく必要があったので、ここのカットをやっとくべきだったんですね、ここのカット。それがね、今回できてないとこういう風に、この攻め方に慣れている雪平さんでも結構苦戦するというね、結果になりますので、ご注意いただけたらなと思います。これもね、どうなの最後にね、このラワハンドくんが出てこなければワンチャン、あ、いや、きついか。かなりひどかったですね。それでもやっぱり持っていけちゃうあたりに、ユキイラさんの熟練度を感じるんですけども、残念ながらこれは、パピエにヒーローがやられて、全開ならずということになりました。という感じですね。ドラゴンを出して、突撃艦を斜めに当てながら、突撃艦ね、タウンホールを壊し、その壊したここですね、タウンホールのところにドラゴンが向かわないように流していく。ドラゴンが流していく。で、キングクイーンはこちら側から、基本的にはこう走らせていくことによって、ここを、キングクイーンで壊していきながらドラゴンたちの仕事はこの一直線の部分。こんな感じですね。こういう割り振りでやっていくと、ちょっともうちょい切れにいくか。ここを、ドラゴンで行って、ここを、突撃艦で見ると。で、こっち側は、キングクイーンで見るみたいなね。こんな風な感じに、全体を組んでいくのが、この攻め方のコツかなと思いますんでね。試してみてもらえたらという風に思います。ドラゴンたちがそれないようにだけ気をつけてください。はい、ということでですね、本日は合計4本アタック見てもらいました。比較的簡単にできるドラゴンラッシュ系のアタックのプランニングというところでお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか？参考になったなというふうに思っていただけましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルなんですけども、タウンホール12から14までの解説系の動画中心に扱っております。これからもですね、こういった、クラン体制のアタックの解説をしながら、重要なポイントなどにこうスポットを当てたお話をしていきますので、どうぞこれからもご視聴よろしくお願いいたします。では、本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。